はい、黄金線ほどでございます。今日なんですけども、朝のトークやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。というところでネクストドリームが来ておりました。なんか今回話が少し短かったような気がするんですけれども、いかがでしたでしょうか。はい、まずはですね、追加キャンペーンというところと、全世界4周年記念杯ですね、始まっております。先行ライジューシュートだっけ、はい、先行ライジューシュートとロベルトのタックルが取れるというやつで、今回ねちょっと注目で気になったのがこちらですね。自分的には、水木くんはちょっと守備が難がすごいので、まあ、ちょっと若干厳しいかなっていうので諦めようかなと思っております。はい、まあ、あとは内容的なところで、まあ、やっぱりフェスと比較した時にフェスっていうのと、やっぱホットラインがブライアン・クリンスマンというところで、もうブライアンマシマシする気満々みたいになってますけど、さあ、個人的に気になったのは、まあ、もちろんねドールマンもすごい気になるんですけど、これ結構強いんじゃないかなと思うんですが、はい、意外とやるんじゃないかなと思っているんですけども、封印ガードまでしっかりついているということで、まあ、技のキーパーというところですね。はい、ちょっとこれはさすがにでも PL は取れなそうですね。 PL は取れないかもしれないですけど、なんというものですか、 PL は取れないかもしれないけど、まあヒューガーはね初段、まあ初段とかは全然大、初段というか早い時間は大丈夫そうかもしれない。さあ、そして一番気になったのはこちら、まず、クリンスマン、クリスマンなんですけど、マッチアップで読み勝つと 25% という読み勝ちはまあいいですよね。 OMF、DM と F として、そして絆も力属性クラブの選手ということで若林と組みやすい、そして全ての必殺技威力プラス 10%、 これいいですね。そしてマッチアップの相手のパスカット必殺技一つ封印で、これねちょっと久しぶりに、気になったのが全力ゲージアップついてるんですよね、これ。で多分昨今皆さん全力つきづらい環境にあると思うんですけれども、まあ若林とこの子で、まあ絆は組めるんでどのデッキにも入りやすいのかなと思うんですけれども、マッチアップ勝利の 10% って結構大きいかなと思ってて、これでまあ例えば、まあ、カルツがいないデッキとかであればもうヒューがねキックオフの時にベタ付けしたり、まあ、あとは翼のパスカット2つ持ってる人とかねいないと思いますので、翼を狙っていったりとか、まあ、美咲くんとかはね、パスかね封印ガードついてるんであれなんですけど読みがちになっちゃうんですけども、全力ゲージ上がるのいいなと思っております。はい、まあ、あと、リバウルとかも、封印のねパスカはね1持ちなので、まあ例えば自分のデッキだと、パスカは2持ちになるべくしてるんですけど、タケシも2持ち、これ封印されるキャラクターですね、封印されるキャラクター、まあ、封印されなくても2持ちにはしてるんですけど、やっぱ翼ヒューガだけは1持ちで、封印ガードあるキャラクターは、1持ち、まあこの辺もそうですね。はい、でここも、この人も封印ガードあるんで、まあ、基本封印ガードあるキャラクターをなるべくスタメンには置くようにしてるんですけども、もしくは封印ガードがないキャラはパスカット荷持ちにはしてるんですが、やっぱりヒューが翼この辺がこう発射台になりそうだなというような気がしてます。はい、まあカルツがいる人とかだったらね、クリスマンいたらクリスマンベタ付けでマークにしとくと、まあ、全力ゲージの解消になるかなというような気がするんですけど、まあ、例えば翼ヒューが2マッチにした時に 80%、 20%、 そうですね 60% の確率で2人とも封印ができるということか、結構でかいっすね。はい、60% で2人とも封印ができるってことを考えると、まあ、そこで全力ゲージに、ね、パス通せば 20% 上がりますから、まあでかいですよね。最近だとランクマとかでも前半全力つかないで終わったりとかすることも自分結構多いんで、まあ、その辺は結構貴重なキャラクターかなと。また全力がねつくことによって、PL、まあ、相手がねフィールドパス中心に回す相手だったら PL 使ってる人とかであればいいタイミングで PL に渡して全力全開を使いながら、若林に対して、多分おそらくね全力で相手非全力だったり相手銀クリだって自身が金クリであれば、まあ、マッチアップ勝利ボーナスねしっかり乗せて、シュートね威力上げていくことができれば 60% 以上のねシュート、勝率取ることができるかなと思いますので、まあ、その辺もね狙い目ではないかなというところで、
うん、クリスマン。あと怖いのが、まあ、だいぶね若林の攻略を気づいた方は結構多いかなと思うんですけども、変にあの消す4キャラ混ぜるよりも、もう欧州で染めて、欧州というか海外で染めてしまって絆マックスにして、ピエールでしっかり決めていくっていう方が、もう全力乗った瞬間に、まあ、相手非全力かクリで行った時点で、まあ、初段だろうが何だろうが 60% 以上ね出せるので、特に相手がすいません、相手が絆45以下とかであれば、まあその辺はね全然あの自身が48、9とかであれば全然抜けていくことができるので、まあ、この辺は多分デバフの方とかでもナトレーザーがね初段うまくあの相手をうまくねあのデバフで下げることができれば、若林初段60何パーとか出せる、60台ね勝率出せるっていうのも最近は見えてきてるので、まあ、だいぶ攻略見えてきてるのかなと。あとはもうやっぱり、ここに来て結構今日ランクもやったんですけど、 30% 台でも 20% 台でも入ることは入るんで、まあ、ひたすらね打つというようなのも結構ね散見されてるような感じですね。自分もね恩恵受ける時もありますけど、食らう時もあるんでなんだかなみたいな感じにはなりますけど、まあまあまあそういう感じなのかなという中で、クリスマンに関してはまあちょっと全力ゲージアップっていうのと、パスカ封印っていうのが非常にね気になるキャラクター、そして守備の方でも読み勝ちがしっかり取れればっていうので、まあ、あとは2凸をしとくというのと、まああとはね、まあもうこれこんなにブライアンを育成するフラグのブライアンを育成するフラグというかまあオランダを押していく、オランダリーグもシナリオもそうでしたけど、だって万有移籍しないんですよ。万有か分からんけど移籍しないでもうね、アヤックスだっけ、まあね、オランダリーグに残るよってなっちゃって、これそんな個人の感情で大丈夫なんかなとちょっと思ったりもするんですけどはい、まあね、まあ、シナリオを見てない方はその辺細かく見ていただければと思うんですが、ゲルトカイザーとかね、いろんなオランダのメンバーも映ってましたので、そのうちねガチャツで登場してくるのかなというような印象です。はい、まあ、石崎くんとかもねこの間シナリオには登場してて、まだ出てきてもないので、まあ、石崎くんね来週来月なのか、まあ、今月オランダリーグのねガチャは引き続き今後、そう考えるとだから今もともといるキャラクターは全部世界でネクストドリーム行きするのかなというようなところで、まあ、浦部くんも追って進んでって、ね、出てきてる感じもありますし、まあ、うん、佐野慈瞳もまだ出てないっていうところもあると、まあ、ほぼほぼフルで、全部出てくるのかなというような気がしますね。で、新田も出た、ヒューガも出た、葵も出た、翼は出たけど、まあ多分もう一回出るでしょう。そして美咲くんはまだ、うん、ソーダも出た、美杉は今回出た、松山出た、橘兄弟はまだ出てない。橘兄弟どうなりますかね。はい、世界に出るのか、橘兄弟は J のままなのか。うん、あとはまあ井川くん、曽我くん、この辺、まあ、あと若島津くんはどうなるのか、うん、そんなところですかね。あと若林が出た、うん、結構日本のキャラ出ちゃってますね。そう考えると今後シュナイダーまだ出てないですし、三浦まだ出てないですし、ヘルナンデスもまだ出てない、うん、そして、まあ、ドイツの選手ねほぼほぼ出てないですよね。うん、でスペインの選手もまだまだ出てないネクストドリームで、なんでなんといってもやっぱ南米のキャラクターですね。はい、ナートレーザー、サンターナ出てないですよね。はい、なので、まあ、今後まだまだねいっぱいいろんなキャラクター出てくるんではないかなと。あとビクトリーノとかも出てないですし、まあ、日野くんは出ましたけども、うん、まあ、いっぱいフルフルで出てくるのかなというようなイメージです。はい、まあ、ここまでいってで、ブライアンフェスじゃなかったらって言うと、いよいよやっぱりねブライアン技なような気もするんですけど、ワンチャン即なような気もやっぱしてまして、まあ技ならねまだいいかなと。ああいうねあのホットラインとかいっぱい載せたりとか、うん、全力ゲージ貯めた時に、まあ、強いとかそういうのならいいんですけど、これ即だった時は破壊力やべえだろうなっていう、一気に若林が減っていくみたいな、まあでも若林しかいないかみたいな、でこれで若島津くん復帰したら面白いですけどね、まあその辺はでも PL いるからダメかみたいな、
どういう風になっていくか、はい、まあ、それはねもう来週の金曜日、分かるかなと。来週の金曜日行かなくても分かりますかね。来週の金曜日じゃないと分からないか、はい、金曜日のお知らせとかで多分分かるんじゃないかなと思います。はい、そんなところですかね。はい、まあ、あとはね都内がもうついに9969人というところで、もう間もなく1万人というところ、もうやっぱ止まらないので、まあ、どうしていくかというところですかね。はい、さあ、そんなところなんですけども、もうちょっとで今いろいろちょっと海外の方といろいろちょっとやり取りをしてまして、またちょっといろいろね面白いお知らせできそうだなというところがあります。はい、まあ、もう今ちょっと最終段階まで来ているので、まあいろいろ決まりましたらまた、ちょっとねこちら朝トークがどこかでちょっとご案内できればと思ってるんですけども、まあ結構今いい感じで進んでいるので、また面白いことできるんではないかなと思っております。はい、さあ、あと引き続きですね、1月の28日まで、第11回連盟対抗、連盟対抗じゃないです、第11回、個人向けですね、今回は第11回のツイッター、はい、ダブルデッキで、勝負するというようなね、募集レオネさんしておりますので、よかったらぜひ参加してみてください。さあ、そのところでいよいよね週末なんですけども、なかなか出かけづらいかなというようなところなんですが、皆さんぜひコロナに気をつけながら週末をお過ごしください。というわけでいつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。それではまた。